ジョエル・フェルトマンは、オランダ、北ホラント州、フェルセン出身のサッカー選手。プレミアリーグ、ブライトンホーブアルビオン FC 所属。オランダ代表。ポジションはディフェンダー。ジョエル・フェルトマンと表記されることもある。地元、フェルセンに席を置くクラブ VV アイム油断でキャリアを、スタート。2001年に、アヤックス・アムステルダムのユース移籍。 順調にユースで実力を伸ばし、2012年8月19日の NEC 戦で、ミチェル・ダイクスと交代出場でリーグ戦デビューを果たす。1年目は公式戦10試合に出場。アヤックスがエールディビジ3連覇を果たしたこの年のシーズンオフに新しく、クラブと2017年までとなる4年契約を結んだ。2013年8月5日、 このシーズンから新制度で始まったオランダ2部のエールステディビジにヨングアヤックスの選手として出場。この試合の終盤で怪我を負い、2ヶ月もの間戦線離脱してしまうが、復帰した直後となる2013年10月22日、UEFA チャンピオンズリーグのアウェーでのセルティック戦で先発し、欧州戦デビュー。この試合は1から2で敗れたが、 リターンマッチとなった2013年11月6日のホームでの試合では、好調なパフォーマンスを見せ、勝利に貢献した。2020年7月29日、プレミアリーグのブライトンホーブアルビオに FC と2023年までの3年契約を締結した。背番号は34番で、この背番号は、 アヤックス時代のチームメイトであり、現在脳の,の損傷を負って闘病中のアブドゥルハーク、ヌーリの背番号である。U-17、U-19、U-21 と、年代別のオランダ代表を経験している。2013年11月8日、オランダ代表のルイ・ファン・ハール監督によって初、招集され、同年11月19日のコロンビア戦で先発し、デビューとなった。 2017年6月4日のコートジボワールとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。